This year, we actually named it Brands Take a Stand. It is maybe about time for all the brands, all the marketers to think about what are things you can do in the world of earned brand. This is the Japanese data. It's actually a total of 60% of the consumer between group number two and number three. We categorize them as the people could actually fall into the so-called belief-driven behavior consumers. And this is a 21% growth versus last year. It's a huge growth. リリーフドリブンなブランド活動をすることで、じゃあ一体いくら儲かるのと、今年の利益達成できるのかとか、売上達成できるのかっていうのが、まあ、よく私どももクライアントさんから聞かれる質問なんですけど、本当にパーパスというのがワークするのか、私は自信を持って日本でもワークしますというふうに言いたいです。社員のやる気っていうのもすごく上がるんですね。短期的な CRM キャンペーンじゃなくてもレベニューにつながるというふうに今実感しています。幸せな社員はそうでない人社員と比べて、生産性が 31% 高い、売上は 37% 高い、創造性クリエイティビティは3倍高い。なのでパーパスがあってしっかりそれを実感できていればハッピーで、そうすると成果が上がるっていう、そういうことなんだなっていうふうに最近思っています。まず本業を通じてその社会性を確保する、確認することだと思いますんで、やっぱりもう少し我が社の本業は大丈夫か、我々は大気汚染を作ってないのか、労働条件大丈夫か、差別がないのかみたいな、そこからスタートしていただきたいなといつも思うんですよ。ちゃんとそのブランドが持っているもともとある DNA というところの中でパーパスっていうのを考えていくということで、社会全体がそうやって企業がリードをしていくことで、もしかしたら政治よりも先に、いい社会に、していけるかもしれないというのが今日のお話の、総論だったかと思います。